バロさん予言者やってんの？やってますよ。全然知らんかった。それからもね、そうね、やってくれてるんですよ。ね、え、フレンドなってないよね。あ、そうだ、俺もなってない。実は一人だけなってる人がいるんです。お、一人だけ？一人だけ、意外な人ですよ。予知してください。それ TLPT の TLPT です。え、誰がフレンドか言ったら年がバレちゃうんじゃないの？あれ、そんなことじゃバレないよ。やめろ、やめろ。それ俺のセリフだから。まあまあまあ、あのエスタさんと一緒にね。あ、そうやな。エスタさん。さらっと言ったの、よくしようって言いながらよくする時間食ってないの。いや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 、もう答え合わせの時間ですよ。ドクターつながりだね。ね、そうなんですよ。いやでもね、じゃあみんなでフレンドになりましょう。友達になる方法すらもちょっと危ういので。ダン先生が教えてくれますから。はいはい、じゃあ、自分の部屋行って、はいはい、で、フレンドっていう項目をタップして、うんうん、検索っていうのを出すの、はいはいはい、そうすると下にあなたの ID って出てくるね、あるじゃん、それを俺らが入力すればいいから、うんうん、俺らにこう見せてもらう、お願いします、お願いします。あ、なんか新しい問題が来てるから、あ、嘘嘘嘘これじゃあ後で、後で、先に俺先にお友達になりました。好きすぎるでしょ。本当ありがとう。これし承認待ちかな。じゃあちょっととりあえず問題答えてからやるね。はい、そうしましょう。オッケー。どこだ、どこだ、これかな。新しい問題、うん、問題、はい。9月29日木曜日結果発表の銀座コージーコーナー夢のクリスマスケーキコンテスト2016、なんだって、1位を獲得して実際に商品化されるケーキは、あー、おー、いいな、いいな、やばいなこれ、1番、はい、2番、はい、星に乗ったサンタ、はい、2番、メリークリスマスサンタトナカイラブ、3番サンタの街のクリスマスツリー、はい、4番トナカイケーキ、5番トナカイくんおわあったかいなクリスマス、6番レインボーケーキおわビッグ雪だるま、雪だるま、7番ポインセッチアおわびっくりいちごケーキ、8番その他、その他、はあはあはあ、どういうコンテストなんだ。ジャン先生教えてくれんのかな。あ、書いてますね。じゃあちょっと読んでよ。銀座コージーコーナーは首都圏を中心に全国に約400店舗を展開しているテイクアウトをメインとした洋菓子店です、うん、毎年この時期になると小学生以下の子どもたちから理想のケーキのイラストを募集して、グランプリ受賞者には本物のケーキを作ってプレゼントするっていう夢のクリスマスケーキコンテストを開催してるんですって。それすごいね。夢があるよ、嬉しいもんねこれ、自分があったらね。で、今日はその今、うんうんうん、ダンさんが読んでくれた中からどれがグランプリになりますかねっていう問題で。なるほどね、子供がデザインしてるんだ、やばいですよ。17,663 作品、ほー、から10、その中から今10から10。はぁはぁはぁ、じゃあ選択肢にある、はいはいはい、まあ、5、6、7が2個ずつだから、はいはい、計10個がもう最終選考ってことだね、うん、ってことは、ってことは8番は、うん、まあなんか発表中止とかそういう系ってことだね、うん、発表中止、うん、あ、これがあれですね、ホームページの工事コーナーさんの、あ、俺もファイナリストの、あ、みんな調べてこれか、そう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 、これが多分順番に出てるやつです。いや、かわいいな、これ夢があるね。いやだってどのデザインもかわいいし、さらにそのケーキに対するそのお子さんのコメントがめっちゃかわいい、え、絵がかわいい、かわいいね、なるほど、小学生が描いてるね。うん、素敵、やばい、食べたいこれ、これはかわいいな。なんか順位つけるのが本当に心苦しいぐらい、これちゃんと絵が見れるから考えやすいね。考えやすいですね。毎年って去年とかってどうだったんですかね。あ、やってんじゃない、やっぱ調べてみます、うん、2015年のやつを、うん、うわー、うん、だからこれをどう我々が考えるかっていうことだと思うんですよ。そうね、そのデザインで選ぶのか、その商品化しやすいとか、なんかこう今この流行りの味とか、うんうんうん、そういう考え方なのかな。これさ、去年の超可愛いです。どれどれ、サンタが煙突から手持って、可愛い、実物のケーキの写真とか、ちょっとごめん、俺ちょっと老眼年バレちゃう、年バレちゃう、老眼とか言うと年バレちゃう、あの周りがこう囲まれてる。何今の。
まあでもね、ケーキとケーキですから、男爵バローズ様でしたら甘いもの好きでしょう。甘いもの好きなんだけど、ね、いろんな観点からお話を聞かせてくださいますよ。出来上がったやつ、すごい。パイ生地がタイルみたいになってる。ちゃんと再現してんね。すごい、すごいね。これできるってことは、はい、あのどれが選ばれても、うん、あのできないことはないよね。もうだってそうだね、まあ、1万7000通もあって、うん、もう最終選考にあるってことはさすがに無理じゃねってやつはもう、そうだね、弾いてんじゃないかな。こういうやつになんかこんなになってるとかってことだよね。でもこの1番の風船飛んでるとかもできるってことなんですね。あ、うん、風船飛んでんのか。そうなんだ。マシュマロの風船。マシュマロの風船。夢がある。わあ、すごいね。かわいいね。やっぱクリスマスだからサンタ、トナカイ、まあ冬だから雪だるまとかその辺が硬いんだろうね。はいはいはい。モチーフとしては。ただあのちょっとこれ穴になっちゃうのかな、あのポインセチア。はい。7番。はい。ポインセチアって何？あの花、花、あのクリスマスの赤いこういう花。ああ、はいはいはい、はい、あの毎年俺買って玄関に飾ってるんだけど、乙女か。夏はひまわり、あの冬はポインセチア。いや乙女か。こんなこと言ったら年がバレちゃうか。バレの性別だよ。いや、なんだけどこれケーキにするって。はい、いや、ポインセチア買ってんだ。買ってますよ。そっちの方がもう衝撃でかくて情報入ってこないけど。いや、なんかね、ポインセチアのケーキ。そう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 、はいはい、あ、そういうことだったんだな。これはちょっと希望的観測でこれをケーキにしてもらいたいなっていうのは、うん、なったらバロさんそれ買いたいんですよ。買っちゃうかな。でもこれさ、商品化されるわけじゃないんでしょ。そっか、そうですね。あ、そうか、そうか、そうか、応募した人にプレゼントってことなんで。違うのかな。え、ちょっとそんな気がしますね。うんうん、あ、違う、商品化されるケーキ。あ、商品化されるんだ。書いてあるからある程度販売されるんじゃないですか。なるほど、うん、じゃあ買っちゃうよ。それも考えない。買っちゃうよ。商品化されたら買っちゃう。並ぶよ俺。あの普段買ってるポインセチアと、うん、そのポインセチアのケーキを並べて写真を撮ろう。どっちが本物だ。それクリスマスみんなでパーティーしましょうよ。ポインセチアパーティー展開しましょうよ。やろうやろう。いいね。じゃあそうか、商品化されるんだね。皆さんはこれはどうしますか。どれを予知していきますか。結構ね、気になるのが多い。多いね。これちょっと選びにくいな。どう、選びにくいというか選べないな、いっぱいあって。これね、それが選ばれるかどうかは置いといて、うん、個人的にちょっとツボに入ったのがね、はい、あのエントリーナンバー8番、8番あったかいなクリスマス、うん、これちょっとツボだな俺。私一緒なんですよ。あ、じゃあ変える。え、なんで肩取り、肩取りしてみたんで。いや、まあ、アリスの意見はいいとして、ダンちゃんなんで。あのね、こう、まあ、暖炉のイメージで煙突がついてて、下にロールケーキなんだけど、その暖炉の中の火をイチゴの断面で表現っていうアイデアが素晴らしい。素晴らしい。確かに。素晴らしいんだよ。で、まあ、煙突暖炉と来たら、まあ、サンタさんが入ってきそうな感じするじゃん。で、もうこのデザインの中にサンタさんがいないのね。そう、そこですよ。それえ、コメント超可愛くて。え、何？私はこのケーキをサンタさんと食べたいです。あれ、理由はこのケーキにはサンタさんがいないからです。なるほど、あえて、あえていないんだ。ちょっとなんか今ちょっと俺キンキンしちゃった。どうしよう。個人的な感情として押したいやつ、うん、で、ガチ推理をすると、うん、さっきアリスに見せてもらった、はいはい、去年のやつが煙突に入ろうとしてるサンタさんだよね。あ、そうですね。同じモチーフを2年連続選ばないんじゃないかっていう推理もちょっと働いてて、おっとな。だから個人的に好きだから絶対1点はこれかけるけど、旗立てるかはまだ考える、うん、なるほど。っていうことからすると、うん、サンタさんとこの煙突っていうのを1回、はい、覗いてみた時に、うん、あるのってやっぱり、まあ、ポインセチアがでかいのと、あとはこのクリスマスツリー、クリスマスレインボー、レインボー 6番ね、6番とか、あとはこの6つの色のトナカイくんとかが、うんうんうん、あ、これか、入ってくる気もします。あと雪だるまとかね、あのトナカイの白いトナカイケーキとかも可愛いですね。これ、ね、これトナカイケーキいいな。トナカイケーキいいよね。ゆるいな。ゆるいゆるい可愛い。これと一緒にだってあの写真撮りたいよね。これさ、よく見るとさ、なんか断面図も書いてあるんだよね。端っこにちっちゃく。で、その断面図を見ると、うん、
なんか円錐っぽい形こうなってるんだ。そう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 、あの5番5番の人6つの棚、うんうんうん、すごいんだよね、このこれ考えた人、子供の想像力ってすごいな、ね。まあ、でもね、このこれを考えたこの気持ちは俺はとてもわかるというのは、うん、いろんなケーキを1回で食べたい。そうね、うんうん、なるほどね、夢あるね、夢がある。いやもうなんかこれ多分デザインしててもう楽しいんだろうなっていうのがすっごい伝わってくるというか、うん、どうするのどうするの、どうしますか、どうしますか。ちょっと俺本当にその8番はかけたいけど、うんうんうん、旗立てるのをちょっともう一回考え直すわ、うん、私旗立てますよ。あ、オッケー、じゃあどうしようかな、本当にどうしようかな。僕ね、実はね、うん、もうこれにしようって思ってるのがあって、お、何何、ビッグ雪だるま。おー、あ、それね、それ超かわいい。なんか多分こういうもので商品化して販売したい場合に、うん、あれじゃないかな、ホールで出しづらいんじゃないかなって、一人用で作りやすいものだとして、であとデザインがすごい可愛くて、うん、こうキャラクター性があるなって思ったのは僕ビッグ雪だるまなんですよ。ほうほう、まあ、その他のデザインとか味とかもすごい美味しそうなんですけど、うん、僕はこのエントリーナンバー9ビッグ雪だるま推しでいきます。じゃあ俺旗6にしようかな。6、クリスマスレインボーケーキ。あらー、素敵。うーん、これサンタさんいるんだけど、うん、メインのモチーフはクリスマスツリー、もみの木ですね、うん、で、うん、これね5歳の子がデザインしてんのね。すごいよ。5歳にしてはありえないデッサン力をしている。色彩力がすごい。ちょっとね感動しちゃったので、うん、旗これにしようかな。6番旗と、うん、あのね、はい、ダンちゃんが言うとね、なんかすね気持ちが惹かれちゃうの、説得力があるの。なんか、わかる、この人人狼ですよなんてだと思いますよなんて言うと、やっぱそうかなみたいな。2人はどれ。いや6 6旗でポインセチア乗ってきた。なるほどね。7か。俺あと2つぐらいねかけたいんだけど。ゲルソン始めます。はい、そもそも、はい、あ、じゃあ、あの稽古終わりに申請するから、ね、あ、お願いします。友達になってください。4つかけ大丈夫。